カプコンフレンドリークラブの皆さん、こんにちは。パブリシティチームの浦沢かなです。今日はですね、これから発売される新作タイトルのご紹介をフレンドリークラブの皆さんだけにちょっとだけご紹介しちゃおうと思って、今日は大阪カプコン研究開発ビルまでやってきております。それでは中に入ってみましょう。まず最初に開発本部副本部長船水常務からお話を伺いたいと思います。船水常務、こんにちは。今日はカプコンフレンドリークラブの取材で東京からやってまいりました。カプコンフレンドリークラブ会員の皆様に何かコメントを一言お願いいたします。はい、今回はストリートファイター3サードストライク、ストライダー飛竜2、その他コンシューマーのソフトもたくさん収録されてます。どうか期待してくださいね。それではストリートファイター3サードストライク担当の石澤さん、ネオジーにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。今回スト3のサードストライクにあって何かここが特別変わったよとか売りのところを教えていただけるとですね。そうですね、まず新システムとして、入っているのがグレートジャッジシステムというものがあります。今対戦中で、進めますけども、この対戦が終わった後にこの対戦の内容の評価をするというシステムです。基本的には、見せる戦いとか美しい戦いと言われている、まあ、ありますよね、はい、世間的に言われている、はい、そういうものをできるだけ重視して評価するようなシステムを組んでいました。なるほど。ただボコボコ戦っているだけじゃダメ。そうですね、頭を使った戦い方じゃないですね。一方的に勝つような勝ち方でももしかしたら点が取れないかもしれない。なるほど。かもしれない。他に何か大きく変わったところとか、あとは付け加えるそうですね、今回は、調整面においても、かなり細かい、仕様の変更をいろいろ行ってまして、はい、多分セカンドをプレイされているマニアの方では多分気になるようなブロッキングの変更点とか、はい、さまざまなところでも変更してますんで、まずはサードを、まず手で触れていただいて、新しいゲームだということを一新してやっていただいたらいい方がいいんじゃないかなと思いますね。楽しみですね、これから。結構いい出来だと思いますので、皆さん楽しんでみてください。ご期待していてください。Trapped in the world, street by the tree. The third chapter, so what's it gonna be? Trapped in the world, street by the tree.
それでは次にストライダー飛龍担当の富田さんと近藤さんからお話をいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。このストライダー飛龍なんですけども、前作と随分時間が経って急にこの現れたって感じなんですけども、何か前作との変更点に新しくこうなったみたいなところを聞かせていただけますか。どういうのあったっけ。背景とかいろいろ。ああ、背景、どうぞ。はい。2D と 3D の融合だっけ。一応、でも今んとこだけど弱いでしょ。うわーってすっごい画面なんてめちゃめちゃ綺麗ですよね。変わったストライダーヒリーに乞うご期待っていうことで、これからもっと変わるかも。なるほど。いい方向に。いい方向に。いろんな方向に。いい方向に。まっすぐにしましょう。まっすぐにいい方向に変わるこのストライダーヒリー、皆さん乞うご期待です。で、ここならどうする？そうだな、あの柱、あれをよじ登ってシャンデリアで一撃。俺なら樽で潰す。あの壁に叩きつけ樽を落として潰す。僕ならこうして、こうして、こうして柱を登ってボーン。やりたいことなら何でもできる。新ジャンル対戦活躍ゲーム、パワーストーン。やめてください。カプコン。私立ジャスティス学園熱血青春日記2担当の逸野さんからお話を伺いたいと思います。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は2になっていろいろまた新たにたくさんゲームが入ったということなんですけども、まずミニゲームとあとポケ捨てについてお聞きしたいんですけれども、はい、よろしくお願いします、はい、あ、今喋るんですね。はい。ポケットステーション完全対応してます。はい。熱血青春日記で、はい、クリアしたキャラクターが、うん、このポケットステーションの中に入ってですね、今こう熱血ハヤト先生がポケストの中に入っています。しかもちょっと照れ気味で。そうですね、好感度があるとだんだん照れた顔になってくるようになってます。なるほど、はい、でメール交換をしていって好感度を上げていくっていうミニゲーム、ね、メール交換ができちゃうんですか。はい、すごい。あとその他にもポケストの中には、はい、野球ゲームと、あ、なるほど、ミニゲームが、はい、ミニゲームが3つほど入ってまして、ここでお金をたくさん貯めて、まあ、キャラクターとデートの資金にしてもらおうと。なるほど、本編の方でそのお金は使えるってことです。本編の方にもお金使えます。なるほど、はい、あとはじゃあ本編の方のミニゲームについてお聞きしたいんですけども、はい、本編の方には今回新しく2つミニゲーム入ってます。2つ、はい、はい、1つは 100m 競争。 100m 競争って言うとやっぱりこう、はい、連打連打みたいな。そうですね、タイミングよく連打してもらうと速く走るようになってます、はい、でもう一つは、ダンスゲームが入ってます。あ、はい、お気に入りのキャラクターとダンスをしてですね、2人タイミングが合えば、まあ、最後に抱きついたりしてくれるわけですね、キャラクター。そんな、もうめちゃめちゃ嬉しい内容盛りだくさんって感じですね、はいはい、それでは皆様もう楽しみに待っていてくださいね。壁でごまかして君が
さ。誰もが何かを求め抱き合って生きてゆくから、胸に刻むように今を駆け抜けろ。こんにちは。今日はですね、トロンに古文の売りをお聞きしたいと思ってやってきたんですけども、お願いいたします。今回トロンに古文はですね、いろいろできるってことを売りにしてます、はい、で前回の6万ダッシュでは、フリーラーニング RPG っていうことで、はい、あれもいろいろできるだったんですけど、さらにいろいろできる、アクションだけでなくて、はい、パズル要素であったりとか、はい、もちろん RPG 要素であったりとか、アドベンチャー要素っていう形をたくさん出せるようにしてます、はい、それとですね、ボーン一家が主役ということで、あ、はい、そうですよね、はい、前回かなり悪さができるということも、今回の売りにしてます、はい、だからまあゲーム中なんでね、悪さって程度のもんですけども、いたずらしちゃえみたいな、そうですね、いたずらしちゃえみたいなもんですけども、はい、かなりいたずらできますんで、それも楽しんでほしいなと思ってます。なるほど、はい、実は今回このコブン君がものすごいたくさんいて、いろんなことができちゃうっていうお話を聞いてるんですけども、そうですね、今回40体コブン、はい、コブンいますんでね、はい、40体をそれぞれ育ててですね、はい、ポケットステーションとか特訓部屋とかありますんで、特訓部屋、はい、そこで育ててですね、はい、でコブンが、利口になるというか強くなると、ゲームも進みやすくなってますので、なるほど、古文を育てることがゲームクリアすることみたいな、じゃあこの古文君はだいぶ重要なんですね、うん、そうですね、あと古文が働かないときはですね、お仕置きしましょうっていうこともできますんで、お仕置き部屋みたいのが用意されてて、そうですね、かなりお仕置きできます、はい、楽しみですね、はい、それでは皆様楽しみにしていてください。楽しみにね。
方ないわね。少し遊んであげましょう。さ、どこからでもかかってらっしゃい。そこの違法改造メガの運転手、今すぐ降りてきなさい。ロウルちゃんがさらわれた。さらったのは風俗ボーン一家のトロン。とまあそういうわけで、あのロウルとかのヘナチョコメカニックを預かったわけなんだけど、それでは次にドリームキャスト版ストリートファイター03担当の小島さんからお話を伺いたいと思います。それでは小島さんやばいですよ、その頭はフレンドリークラブなのに。フレンドリーでしょ、だいぶ、もう決めてみましたから、あれなんかすごいキャラクターいましたね。なんかザンギフっぽいキャラクターが、ザンギっぽいですね。まあ話を本編に戻しましょうか。ワールドツアーというのがありまして、それはですね、プレイステーション版をされた方でも初めてやる方でももう満足していただけるような、まあだいぶ面白く変更されてますね。サバイバルモードというものもありましたが、それもだいぶ変わっているのを期待してほしいですね。はい、でドラマチックバトルも、皆さんがどうしてもやりたいと声を大にして言ってもらった、なんと2対1で全員人間同士で戦うことができると、そういうモードも追加してあります。なるほど、なんと今回はドリームキャスト版になってインターネットを使って遊ぶことができるとお聞きしてるんですけども。そうなんですよ、ドリームキャストならではでですね、はい、通信機能を使った第認定モードというもので、ワールドツアーでキャラクターを使ってオリズムキャラっていうのを作るんですよ。はい、そのキャラクターをですね、普通のゲームで遊べない特殊な CPU キャラクターと戦わせることができるんです。あ、なるほど、はい。そのキャラクターというのはですね、はい、もう弾を持っていまして、弾弾ですね。でそのキャラクターを倒すと、その弾を自分のものにできると、もうどん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 強い、弾が上がれば上がるほど強いキャラクターが出てきて、はい、でそれでですね、ワールドツアーで作ったキャラクターは、はい、イズムプラスという特殊な能力を身につけることができまして、はい、プレイステ版でもありました。そうですね、それがネットワークでもある一定の弾を取得することによってもらえることができると。なんと、でより一層自分のキャラクター、オリズムキャラクターを強くすることができるんですね。思い入れがすごいですね。そうですね、その後もう自分のキャラクターを作りたいっていう人はもうぜひどん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 作っていってほしいんですよ、インターネットで。はい、なるほど。それではプレイステーションだけにとどまらないドリームキャスト版03、こうご期待です。
それでは最後に三上プロデューサーからディノクライシスについてコメントを伺いたいと思います。それでは三上プロデューサーよろしくお願いいたします。え、売り言えばいいの？その最初から。それではまず売りの方から説明をお願いいたします。売りは何と言ってもやっぱり恐竜でしょう。はい。で、今回めちゃめちゃ恐竜のっていう怖いところにこだわって作ったんで、はい、名前も一応バイオと別個に分けてパニックホラー。パニックホラー。あ、なるほど。サバイバルホラーから。お化け屋敷みたいなこうじわじわした怖さじゃなくって、はい、もうちょっとスピーディーにこう迫りくる恐竜のっていう怖さを前面に出した感じになってます。カメラのアングルとかもすごいですね。なんかすごい映画っぽい。まあ、今回フルポリゴンなんで、その1枚で固定じゃなくてカメラがこうグリグリ動くっていうその映画的なより演出、はい、楽しい演出ができるのと、それだけじゃなくて、恐竜がこう迫りくるっていうその主観の映像であるとか、そういうとこもスピーディーにより動きがあるような、今回はバイオと違って見せれるんじゃないのかな。なるほど。That's the first checkpoint. Playtime is officially over, kiddies. That'll be your job, Regina. Restore the power to the underground area. I don't think these guards did anything before getting sliced and diced. Let's get moving. And what if it's a trap? Would you want one of us to come and rescue you?
Welcome to the world of Street Fighter 3. Strike y'all in Street Fighter 3. コンシューマーともに楽しそうなタイトルがたくさんありましたね。それでは発売日までお楽しみに。またね、バイバイ。CFC 会の皆さん、こんにちは。学校の岡本です。ビデオここまで見てこられて、どうでしょうか。かなりいいタイトルを並べたつもりでいます。昨年まではちょっとこうローテーションの谷間みたいな感じだったんですけども、一昨年に、出てたタイトルの続編とかですね、新作の大型の鳥の足の出てくるなんかタイトル、ディノクライシですかとかがこうもろもろラインナップされていて、今年はかなり、大きいタイトルが目白押しみたいな感じになってます。もしよかったらですね、あ、これは面白そうだと思ってくれたらですね、一つ二つこうソフトを買っていただいてですね、カプコンがこれからどんなつもりで、開発しているのかというところをこう肌に感じてくれたらなと思ってます。今後ともカプコンの方よろしくお願いします。